えー、皆さんこんにちは、えー、ハブボーカルアーツアカデミーのハブです、えー、今回もアンサー動画ということで、えー、出させてもらいますえー、と質問者様のお名前が6474三という方で、まあ、どのようにお読みするお読みするのかは分からないんですけど6474三ということでで、えー、とその方の質問はですね喉、えー 喉仏ですね,これ,こ,のこ,れですねこれを下げる方法とトレーニング方法で喉を開ける方法について教えてくれませんかということですでまあ、えー、初歩的なことなのですがみたいなこと書いてるんですけどまあ、えー、全てのことはあのそういうもの,のが全部まとまって 発生というのはできているので、えー、まあこういった初歩的なというか基本的なこと,こともですねどしどし僕の方に質問していただければと思います,、えーっとですね、まず一番あの簡単なというか一番分かりやすいのが母音を利用してあげることによって、えー、口頭を下げると。 いうことになります、えー、とちょっと今やってみますけど、今僕この位置にあるのがこの、うん、ここですね。で、えっ、ー、と、日本語の母音っていうのはあんまり口頭の位置が移動しないの,ので、そこで大事になってくるのが、イタリア語の母音ですね。イタリア語の母音っていうのは深く深い母音なんですけども、えっ、ー、と、今、こう、ここにありますけど、 一体このウの母音を発発発生するとですね、ウウウわかりますか今この今この位置なんですけれども、ウウウウ,ウ,ウ,ウで、こうやって下がってきます。で、えー、この時にイメージしてあげるのが、まあその音色ですね。ウウ う唇を、あのー、口笛のをするときのように尖がらしてです、ね、ほっぺた方も前に持っていってあげてう突き出してあげてうという音色を,を覚えてあげるのとさらにですね奥行きも必要になってくるので暗雑の軟骨外辺りを意識してあげるものをして意識してあげることが大事でその辺りがこう。えー 後ろ側に広がるような空間を持って、えー、出してあげると「ううう」ううでこれをやらないで意識しないでやると喉ボトルが下がりません「うううう」わかりますかこの時は「うううううう」これが日本語のう「うう」でイタリア語のうが「う」が「うううう」で あげることによって、えー、のどぼとけは下がる位置になりますあとは、えー、地声のところの地声を使ってあげて地声をどんどん下げてあげる下の方の音域を出してあげることによって、えー、さらに、えー、こ,のこ,のこれもまた暗殺の話なんですけど胸の辺りに暗殺、まあ、暗殺っていうのは声の当て,る当てる位置のことを言うんですけど ま、そこに、え声が当たるような感覚を持ってあげて、え声を出してあげると。ああ、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 ああ。ですね。これがどんどん、そういう声を出してあげると、喉ボトが下がるような。 喉ボテが下がる、えー、感覚というか喉ボテが下がる動きになりますなので今言った母音を利用してあげるっていうのとそれに付随して暗雑を意識してあげるのとあとは、えー、地声の制声声句で下の方の音をしっかりと出してあげるということが大事になってきます。 そうやってやることによって、どん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 喉ぼときを下げるための筋肉が鍛えられるのと、あとは神経系も鍛えられていくので、えー、喉ぼときの位置が安定してくると。で、えー、喉を開ける方法っていうのは、普段我々が何もしてない状態っていうのは喉を開いてるんですね。で、喉を開けようとすると逆に筋肉が、あ 使ってはいけないようなところの筋肉が使ってしまうので緊張してしまって逆に少し空間狭まりますなので喉を開ける方法っていうのは、えー、何もしてない状態が最も喉が開いている状態っていうふうに考えてもらうのが一番ベストなのとあとはいやそれでも何かちょっとした方法が欲しいなっていう方は息を,吸った息を吸う時にですね喉の奥の空間が冷たい息を感じるようなところをあ こうやって、やってあげると、喉の空間が開くような感覚と、あとは、まあ、いわゆるあくびですね。でも、このあくびっていうのは少し、あの、注意が必要で、えー、 あくびを真似してあげるとですね、上の空間はしっかり開くんですけれども、下の空間は逆にこう押し付けるような感覚になってしまうので、まああまり僕はあくびの感、えー、やはりメソッドっていうのはあまりおすすめはしないですが、えー、適度なあくびの感覚を持ってあげるっていうのは、えっ、ー、と、大事にはなってきます。で、 さっきの話少し戻りますけども最も何もしてない状態が喉の空間が一番空いてるというふうに意識してあげることが大事でで例えば、えー、胸の地声の音域で強制区で声を出してる時っていうのは喉はしっかり空いてるんですけども。 ただ、えー、どんどんこうに行くときには、喉が閉まってきちゃったりとか、孤が上がってきちゃったりとかいうことが現象が起きるんですね。で、それはなぜかというと、声帯を適度に、えー、伸ばして縮めてあげる、伸ばして、えー、その声が出ているところの声帯,声,声帯の空間を短くしてあげるっていうだったりとか、 いうのをた正しいところで筋肉を使っていないのでそれを、えー、声の息,息の勢いだけで高音を出そうという,うことをするとですね、喉は逆に閉まってそれはなぜかというとその喉を守ろうとしているので,でそれで出し続けると逆に負担がかかって喉の病気になったりするんですけど。 えー、なので、そこで大事になってくるのが、高温に行くときに、喉を開けた状態をキープしたいってなった場合は、えー、と僕のめ、えーまあ、ベルカントでの基礎になるファルセットですね、ファルセットをしっかりと、えー、鍛えてあげると。 でファルセットの純粋な音素ファルセットをしっかりとキープしたまま、えー、ファルセットの音域を下にもです、ね、上にもしっかりと鍛えてあげることによって口頭の正しい位置で、えー、今度はあ地声の息を制服の範囲をですね、えー、正しく喉を締めずに正しい筋肉を使ってあげて上の方に持っていってあげると、えー、音域を開発してあげられるようになります。 なので喉、まあ、ぼとけ、えー、とか、口頭を下げる方法としては母音をです母音を利用してあげるというのと、暗殺、それから地声強正区の下の方の音域をしっかりと鍛えてあげることによって高頭が下がるということになります。で、まあ、この感覚というのは、えー、しっかりと覚えていくと。 で、えー、喉を開ける方法に関してはさっき言ったあくびの方法だったり,っていうあ,だったりあとはファルセットをしっかりと練習することによってですね、えー、共鳴空をしっかりとキープしてあげられるようなところでその音の音域を えー、鍛えていくとで、まあ、さっきほど言った地声区のみじゃなくてです、ね、ファルセットの方も母音をしっかりと利用してあげて口頭の位置のコントロールをおーしっかりとできるようになってあげると「でウ」の母音はイタリ語の「ウ」の母音ですね深い「ウ」の母音を使ってあげたりとか「オ」の母音とかあ,あともう一つのどぼづけ、えー、とか口頭を下げる際にそのさっき言った「 母音を使ってあげるっていうのが大事になってくるんだけどそれに合わせてですね、えー、呼吸の仕方も大事になってきてでいわゆる横隔膜っていうのはこういう状態なんですけど息をすることによって正しく息を吸う肋間呼吸を吸うことによって、まあ、あとは腹式呼吸です、ね、をすることによってこういうふうに下がっていきますでこれをですね、えー、キープしてあげる横隔膜が下がれば下がるほど喉仏の,の位置っていうのは下に保ちやすくなってくるので 元気えー、横隔膜を下げることによって喉動脈が下がるのではなくて構想のような、えー、意識を持っての、えー、横隔膜が下がっている状態を、えー、できるだけキープすることによって脳動脈が下がりやすい状態になるのでそれもプラスして、えー、意識を持ってやってあげるということが大事になってきますで、横隔膜を下げる方法としては、えー、いわゆるおー ベルカントで言われているアッポジョというものになるんですけれども、えー、胸とか肩鎖骨で息をしないところで息を吸ってあげて肋間呼吸ですね、えー、肋骨の一番下の骨がの辺りが広がるような感覚を持って息を吸ってあげるでまあお腹かの、まあ、上の辺り横隔膜ここの横隔膜のところが、えー、広がるんですけど そこが広がるようなところをキープしてあげる息を吸う状態を吸ってあげた時に広がるのをキープしてあげるような感覚を持つことで横隔膜は下がる下がっている状態になります。まあ,あの、えー？そうですね。まあ、そういうすることによってえ喉元へ。の 口頭が下がるっていう状態を生み,生み出しやすくはなりますが、まあ、正しい発生するときにですね歌うとき際にですねそこをあまり意識し,しすぎちゃうと逆に緊張してしまうので、まあ、あの歌わないときにはそのような状態を感覚を持ってあげてどんどんそれを繊細というか洗練させていって歌うときは、えー、まあそれも少し意識するんですけど えー、意識しすぎて緊張しないように逆にするっていうのも大事になってきますはいそうですね今回は6474さんの質問で喉ご、えー、と気の下げる方法とトレーニング方法それから喉を開ける方法について、えー、のアンサー動画を撮らせていただきました えっと、まあ、もし分からないところとかあれば、また、えー、追加でどんどん質問していただいて、それについて答えていきたいと思います。えー、今回もですね、ご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、ぜひ、えー、この動画気に入っていただけ,ただければですね、えー、チャンネル登録の、高評価の方とチャンネル登録していただいて、 えー、ぜひぜひアカデミー生になっていただきたいと思いますオンラインレッスンもやってますので、えーオンライえー、アカデミー生は半額で紹介の方やらせてもらってますのでもし興味がある方はぜひ、えー、概要欄の方から詳細見ていただいて連絡していただければと思います、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました